はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回もトワキゼやっていこうかなというふうに思います。久しぶりの、撮影なんですけども、今回は、クエストのね、6-13だっけな、はい、それをねクリアした、動画を撮ってきました。はい、まあこれ結構ね強いんですよ。ロケットランチャー持って、ショットガン持って、あとはツッコミ隊長とかいてね、かなり大変なんですけども、まあある魔物入れたら簡単に、勝てました。はい、なのでまあある魔物ね、入れていただいて、戦っていただければなというふうに思っております。はい、まあそれではね動画の方を見てください。どうぞ。多分前タンク3枚やったら多分平気だと思うんだよね。ちょっと待って、これでいってみるわ。そのブラゴにロケットランチャーのダメージが入るのか入んないのか、入るのか入る、入るのか入らないのかみたい。入るか。わざわざ仲間は全然入るんだこれ。あ、入んないわ。ああ、だから前のタンクがやっぱ3枚いればロケラン入ってなかったから。入ってなかったよね。いや多分いけると思うんだよ。あと、ブラゴ29歳だ。すごい弱い。明日ブラゴ強くしないと。なんでゴフレ、多分ここのゴフレの時、あれなんだろうね。ちょうどいいタイミングでこいつらの攻撃をガードしててキャンセルさせたから、ダメージカットしたんだろうね。ゴフレの強みってさ、ゴフレじゃ勝てないから。この人のダニー全然弱くないけどな。いや、この人のダニー弱くないのに。明日やね。ゾボロンは入れてく。はい、やる。あ、ロケットランチャーか。ロケットランチャーって確かあれだよね、やけどつくよね。あー、でこいつ、あー、こいつもいんのか。なるほど。なるほどですね。ちょ、もう一回動き見よう。私の後ろへ。ちょっと待ってな、ゆっくりやろう。こいつらがだるいじゃん、まず。いや、ダメだな、一気に焼かれたな。効率しばくことがいいのかな。はい、やる。これ一回撃たないと多分ね。じゃあこれ光ったタイミングが次、待って、いける。待って、いける。ちょっと待って、ちゃんと見ろ。11秒のやつと18秒のやつがあるのか。18秒だな。18秒のやつを狙い撃ちだね。いや、なんでチョメこんな柔らかいんだってか。
チョメが柔らかすぎる。これぶっちゃけハイドだけでもいいんじゃないかな。ガッシュいらないような気がするわ。ガッシュ抜くか。クソの役にも立ってねえだろ、これ。ここ一回溜めんじゃん。ヘッドカメラ。ねえ、持久力が誰か撃った。このラオディバがさ、おい、持久力が誰か撃っちゃう。なんで音しない。気合入れて髪型整えたのに、だから髪の毛がぐしゃぐしゃになったから、やめたの。で、今帽子かぶってる。そう。部屋の中で。ハゲるよ。ハゲ帽子。ちょっと今、喋りかけないだと。遊びじゃないから。ダメだ。ダメだ。ちょっと待てよ。ああ、わかったわ。これ見えた。見えた。マジで勝てます。はい、わかりました。くそ、この状態で見れないか。いや、多分これいけると思うわ。遅いよ、フォルガリン。一回目のこの大砲をどう耐えるかなんだよな。ここが鬼門なんですよね。ここが。これはできたんだけど、ただいけそうだな。リカ入って、で、これはガッシュ、キャンジメが引っ張ってくれんじゃん。で、あとはこのほんまに小僧どもが本当にムカつく。ここジキルがぶちかまして、キャンセルさせる。打点がね、ちょっと待ってちょっと待った。え、全然攻撃、あれ、な、ハイド、ハイド、ハイド、お前攻撃、ハイド。あ、でも秒数別にあれだな、余裕だな、そんな急がんでもええな。ごめん、ちょっとね、これ焦ったわ、俺が悪い。時間見てなかった、タイムキーパーがいなかった。今焦らないでって誰も言ってくんないんだもん。大丈夫だよって、それは無理だよね。ボンドでくっつく、どこよ。全然自動で重力10、あ、もういい、なん、ごめん、あ、感じちゃった。椅子安く売ってる。あ、ねえ、もう喋りかけないでほしいんだけど。今なんで喋りかけるの。人が集中してこうやってやってんのに、よくないね。みんな、これ良くないよ。今集中してやってたのに。うちのやつは上げ下げする棒を横にずらせば、いや、できないな。いや、でも聞いたのは確かに俺だけど、今のタイミングで答えてなんて一言も言ってないんだけどね。今のタイミングで、ちょっとマジで集中してやるから、ごめん、ほんとごめん。まず1回目のロケットランチャーはスルーです。ここの攻略の仕方はね、絶対にスルーしてください。はい、大丈夫です。気合で耐えましょう。はい、ここはスルー、見て見ぬふりする。で、ここワンレイぶちかまして、で、ここです。ここに、なんだっけ、今、名前なんでした、あれを打ちます。はい。で、ここ、ちゃんちょめの、もう使っちゃいます。ディガボルグを使うことによって、最初の11秒のこれをマーボでガードできるんですよね。うん。で、ここでガード、バードザゲルが打って、で、ラオーディバオレン。で、もう一回同じように光ったタイミングで、どこですか、ここですね。ここでジギルが打つことによって、あれ、まあいいや、なんかわかんないけど、うまくいってるから、うん、まあいいや、うまくいってる、うん、
まあ、うまくいってるんで、まあ、こういう風に攻略してください。そう、あとはメインダメ、まあ、あとフェーズ2も同じような敵なので、最初のところはしっかりと、まあ、ディガボルグならならでもいいので、しっかりと耐えましょう。そうすることによってこの、クエストはイージーウィンです。はい、まあ見ててください。ちょやめて、フォルゴレ、フォルゴレじゃない、来てフォルゴレ。ちょキャンチョメ、あかん、あかん、キャンチョメ、あかん、オッケー、ディガ入れてもらって、で今ここです、ここにジギルが打ってしまうんです。で打ってしまうことによってキャンセル入りました。でラオーディバオレンで、しっかりとぶちかまします。あ、怪しいな、ちょっと待って、怪しい、やめて、ちょっとやめて。でまだ、あ、打っちゃったら、打っちゃったらもう仕方ない、ちょっと待って。打っちゃったら大変だから、これはもう仕方ないね、これは。うん、むしで、あ、ガッシュ死んじゃった。もうこれ完璧クリアできたな、完全クリア。もう一回かなこれこういうことなんですよね。うん、これがイージービン。すまぬが負けてはやらぬ、後ろには守るべき人がおる。うん。